The sun, the ultimate source of energy, to bring new life to my game. I am ready for the attack. Next generation graphite, Enam. Enabling me to unleash dramatic energy for a steep attack. My game is relentless. My Aastrox, my steep attack. Mornings.
But today isn't just any old morning. Look at it. The clouds, the mountains. Can you see all the opportunities waiting to be found? They're everywhere, hidden in plain sight. When I look around, it's clear. I don't see just another morning. There is nothing ordinary about it. I will make today the best day ever. At least until tomorrow. ストレスなくゆっくり過ごせたかなと思います。どういう工程でラケットができるのとか全く考えたこともなかったし、今でも相当高い技術でラケットを作ってくれてるんで、限界はあるのかないのか、そこはちょっと聞いてみたいですね。一番印象に残ったのは手作業が多い。やっぱり機械で大量生産してるのかなっていうイメージだったんですけど、本当に一本一本丁寧に人が実際に手に触るところを大事にしてるっていう、それが本当に一本一本ラケットに気持ちこもってるなっていうのをすごい感じました。皆さん社員が普通にやってることを体験させてもらった時、何一つまともにできなかったっていう、本当に難しいことを淡々とやり続けるあの集中力は、自分も見習いたいなと思いました。桃田選手に会えると聞いて、いつもテレビとかで見てるような人だったのでとてもびっくりしました。それと同時に嬉しかったです。今回来てもらうってなって、僕なりにこういうこと知ってほしいなみたいないっぱいあるわけですよ。やっぱりヨネクトの歴史長くやってきてて、多分ずっとうちの用具使ってもらってきてるじゃない、ウェアもそうだし、でそれ使って活躍してもらってて、だから古い工場見て昔はこうだった、でそれからその新しい工場になったって、そのヨネックスが変わっていく部分でも変わらないのは、この寒い雪国で職人たちがプシューッとやりながら、でレーザー切りながらやってるっていうのが一番知ってほしかったかなと。でそれを使ってる、だからあこれ大事に使わなきゃなって思うことよりも、その人たちが作ったものを自分が使うことで世界に発信できる
僕らは絶対できないから、そういうのが一番工場サイドと選手サイドも連動するのかなっていう感じがしてて、でそこら辺を一番伝えたかったかなと。やっぱり1年間ずっと試合してたらやっぱり疲労も溜まってくるし、そうなってきた時に出だしは重いラケットでもビュンビュン触れてたのが触れなくなったり、そういう時期がある時にちょっと軽いのを用意してくれたり、軽いけど振り抜きが良くてヘッドが効いてたり、そこに応えてもらえてるのはすごいありがたいです。実際その新製品の開発の中で自分たちが良いと思ったものと、また選手がこう非常に細かい部分まで感じていただけるので、その微妙な違いの指摘だったり、そういったものがすごい参考になっていて、自分たちで感じ取れない部分だったり、そういった数字と人の感性っていうのを橋渡しというのが、まあ、今課題でもあるんですけど、どういいのかっていうのは明確な評価を持っていかないといけないので、そういった方たちが何をこう好むのか、そういった評価がすごい大変参考になってます。モーションキャプチャーを使う研究っていうのはよくバイオメカニクスっていう風な学問分野になるんですけども、スポーツバイオメカニクスに関して言うと技術の向上、なぜ上手な人はこんなことができているのかっていうものを、まあ、研究する分野であるので、こういった我々の研究もバドミントン界全体の競技力向上、そういったことにもしかしたらつながるかなというふうに考えています。選手よりもラケットに追求してるっていうか、探求心というか、そういうのは本当にサポートしてもらっている側からしたらすごい心強いなっていうのはあります。本当一言で言うと、パートナー、公認の人も開発の人も全員パートナー、お互いリスペクトしている部分っていうのは全然大きい。新潟工場で作られているラケットは特に品質管理を徹底しています。それによって桃田選手が我が社の製品を安心して使っていただけるようになると思います。誰が作ったかは表に出ないけど、それが活躍している選手が使ってくれるっていうことを唯一喜びみたいに思って、みんながそれを作ってるっていうのが僕は一番強みだと思うんですよ。で、そういう人がいっぱいいるのがヨネックスなんだなって。球持ちがすごくいい、その分コントロールもしやすい、本当に自分のプレースタイルに合ったラケットかなっていう、打球感があると自信持って一球一球打てるようになるし、接戦をものにできるのも勝負どころで自信を持ってラケットを振れてるからだから、そこも重賞できた要因の一つかなと思います。あ、いいっすねって一言言ってもらうと、すげえこうハマった瞬間、あれ何物にも変えられなくて俺らは嬉しくて、それを工場の人に言うと工場の人はマジでみたいな、もうやっぱ当たった瞬間、シンクロした瞬間すげえ楽しいんだよね。やっぱりだから工場見学っていうのが俺らももらえる、桃田選手から元気もらえるみたいなのもあるんだろうなみたいな感じで良かったなと。自分がこだわったこのラケットを形にしてもらえてなかったら今年みたいな成績は残せなかったと思うし、これからも一緒に戦っていきたいなと思います。Choose my battleground. I choose my force. I choose my fire. I choose my wings.
The only way is my way. My Yonex, my choice. For the average player, if you're looking to choose the right string for your racket, it really wants to be a collaboration between the player and the stringer. The stringer should have the experience and the knowledge to recommend a string to you. You can tell the stringer what you want the racket to do. So between the two of you, you should be able to come up with the right combination that's going to give you the optimal performance. They have the experience, they have the knowledge. You go on court and you try out what they're suggesting. You will know whether you like it, whether you don't like it. If you can use the same stringer all the time, you're going to get more consistent results. Like it's going to be done on the same machine. That's important. Different machines will give you different tensions. Different stringing techniques can give you different results. So if you by using the same stringer, you're going to get the same tension, the same result.